アンガバ半島半島の位置アンガバ半島とは、カナダ・ケベック州の北にあり、ハドソン湾、ハドソン海峡、アンガバ湾に面した半島。ラブラドル半島の一部であり、面積は25万2000平方キロメートル。アンガバ半島は、カナダ縦上地の一部で、全面的に樹木の生えないツンドラに覆われている。またその間を、無数の河川、氷河湖が、東西方向に平行に伸びている。 表記に半島を覆った表床が解けたのはわずか6,500年前のことで、前回の表記に北米大陸のほとんどを覆った、ローレンタイの表床はこの半島を中心に北米に広がったと見られている。気候は非常に寒く、東の海上を流れるラブラドル海流の上を通る、風がこの半島のみならず、ケベック北部やラブラドール地方全体を吹き渡り、 夏でも冷たい原因となっている。広大な半島の人口は1万人、うち90%はイヌイットであり、海岸沿いにある12の村に住んでいる。ケベック州の北緯55度線以北の地区はヌナビク地区に含まれており、この半島はその面積の3分の2を占める。アンガワ湾からタイ河国祖湖川を内陸に入ったところにある村、空アク。 人口は2001年で1932人が、ヌナビク地域最大で、アンガバ半島全域を管轄するカテイビク地域政府の首都となっている。アンガバ半島の沖合に浮かぶ島はすべて、ケベック州でなく、ヌナブト巡州の一部である。この半島の地域は、ケベック南部とは、航空路で結ばれている。また、海氷が溶けると、船便も運航する。分厚い永久凍土のため、 いくつかの地域では普通の建物が建てられない。ありがとうございます。